皆野橋は埼玉県秩父郡宮野町皆野と秩父子柱の間で荒川に架かる埼玉県道43号皆野荒川線の道路橋である。下流に架かる親花橋と共に皆野町の発展に寄与してきた橋である。荒川河口から 114.2km の位置に架かり、現在の橋はほぼ竣工当時の姿を留めていて、二代目の秩父橋に似た 橋町105.3メートル、総福院6.2メートル、有効福院5.5メートル、最大島町34.0メートルの RC 製の上ェ式の固定オープンスパンドレルアーチ、橋である。オープンスパンドレルとは回復式という意味である。緑色にペイントされている路側帯が車道に設置されているが、歩道や速道橋は設置されていない。は、 構成で春工当時のものではなく、後年の改修により交換されたものである。親柱も同様に改修されており、春工当時のものではない。また、橋に八箇所設置されていた、橋頭は中柱と共に撤去され減損しない。周囲の地形は、貸し段丘となっているため、可動と両岸との標高差があり、橋は、右岸側と、 左岸側の弾球面同士を直接結んでいる。橋を通る路線バスなどの公共交通機関は設定されていない。右岸側川は西部観光バスの秩父吉田線の大田入口バス停がもより。橋は埼玉県のぐるっと埼玉サイクルネットワーク構想に基づき、策定された自転車見どころスポットをめぐるルートの秩父七福神を回るルートの経路に指定されている。 福音が狭く歩道が整備されていないことから、歩行者が危険にさらされているため、歩道設置の要望が出ている。大浜の渡し港橋の開通式この橋が架けられる、前は、大浜の渡しと称する都線2席を有する施設の、都線で対岸とを結んでいた。場所は廃止直前は、現在の橋のやや上流よりに位置し、縄等を用いた総線を運行していた。また、 それ以前の大正の半ば頃まではさらに上流よりの現在の遠伏寺付近に渡し場が存在し、その遠伏寺の西側に渡し場への道があり、対岸の放送時に至っていた。冬場である11月から4月にかけての減水期は土橋による仮橋が仮設されていた。利用者はの村と大田村、小路村、大淵村、野巻村との往来が主だった。 都占量は明治、大正期は国寄せと称し、一定量の農作物を収めていた住民は無料で利用できた。この渡し場は、橋が完成後もしばらく存続されたが、橋開通の2年後の1937年に廃止された。秩父鉄道の開通や、親日河橋によって、秩父郡北部の中心地となった港町は、それに伴い周辺町村との交通量の増加への、 対応から、当地に、県道皆の停車場古事線の橋として架けられることとなった。工事は1934年1月22日に着手した。橋の設計者は、増田敦志、志向は、斎藤組である。架橋場所は、周囲は岩盤で地質が良好であったことと、秩父の景観に配慮したことから橋の形式は、くぬぎ川橋が採用され、 架橋場所の周辺には砂利や砂が豊富で骨材の入手が容易だったことから、橋の素材は鉄筋コンクリートが採用された。降欄は鉄筋コンクリートの二河泥仕上げである。橋台及び橋脚の上部に中柱を立てて、背の高い橋塔が八箇所設置されていた。洪水面からの余裕弧は、橋台の菊ヌギ川線を、大田川は1.652メートル。 ナの側は2.347メートルとした。また、橋の工事に合わせて、長さ523.88メートル、福音5.50メートルの取付道路工事が行われた。橋は1935年4月11日に、竣工し、同4月17日に開通式が挙行された。総工費は56,029円で、工事に関わった。 作業員人数は12,655人であった。南野橋建設功労者衝得費この橋の開通により、今まで良くなかった南野町とその周辺自治体との関係が良好になり、河橋から16年後の1951年11月3日に、南野町と大田村によって、南野橋建設功労者衝得費が混流され、右岸側の橋詰めに現存している。 開通当時は、県道みなの停車場小路線の橋であったが、現在は、埼玉県道43号みなの荒川線となっている。また、大田村は1957年5月3日に、秩父市へ編入されている。2007年9月みなの町及び、秩父市は、歩道橋設置の要望書を県に提出し、県はこれに応える形で道路の路側帯の路肩側を、 緑色に着色したグリーンベルトや、降乱照明を設置するなどの歩行者の安全対策を実施した。なお、歩道橋の方は、県は新港の橋開通後の動向を見極めた上で、対応を検討するとした。交通量の多い橋であったが、2010年10月24日に、上流側に、港の秩父バイパスの新港の橋が開通したことにより、 大型車を含めた車両はこちらを通るようになり、東橋の交通量が大幅に減少した。港橋より上流方向を望む。橋周辺の右岸側は埼玉県立長泥玉、淀自然公園の普通区域に指定されている。両岸は段急崖で下流にかかる栗リ橋周辺と同様のジオパーク秩父のジオサイトとなっている。橋のすぐ下流側は、 赤平川の合流点である。橋の右岸側は、皆野町の市街地が近い。ありがとうございます。